どうもクーニンです。今日はですね、クーニンが打席に入った時非常に珍しいプレーが出たのでご紹介したいと思います。これは皆さんも気をつけなければいけないことです。この試合はダイナブックさんと行われた公式戦でした。品川区に所属する打撃の強いチームで、クーニンズとも何度も対戦しており、お互いに勝ったり負けたり、毎回熾烈な戦いとなるお相手なのですが、途中からフォークボールを投げるピッチャーが出てきました。とにかくコントロールが良く、低めに変化球を集めるのが得意なピッチャーだったので、前のイニングもクーニンズは空振り三振を喫していました。この回の先頭バッターはクーニン。低めに集めてくる変化球はしっかり切っていこうとすごく意識をして準備をしていたところなんですが、ここでセカンドの方がピッチャーの方にボールを渡すためマウンド付近に歩み寄ります。ピッチャーが来るのを待つ間、少しだけプレートに足をかけ投げる素振りをしました。実はこれ結構重要な行為で、野手と投手の違いはプレート、投手板を踏んでいれば投手とみなされ、それ以外は野手として扱われます。投手ルールが適用されるか否かは、プレートを踏んでいるかいないか、とにかくプレートを踏むことはすごく重要な行為なのですが、以上のことから、この方はセカンドの選手なのですが、プレートを踏んで待機する、つまりは投手交代とみなされ、この回の先頭バッター、クーニンに対しては、このセカンドの選手がピッチャーとして登板することとなりました。ピッチャーとセカンドが交代、そして登板したピッチャーは最低でもバッター1人以上投げないといけません。これはね、よくやってしまいがちですよね。遡ると練習試合なんでこのルールは取られてないんですが、クーニンズメンバーよくやってます。例えばこのハマスタで行われた練習試合、この試合クーニンが先発登板した試合なんですが、その試合のイニングの合間、登板予定のない折笠マウンド上がってます。そしてシャドーピッチング、これプレートに足をかけているため厳密にはリリーフとして打者1人以上投げないといけない状況でした。まだあります。リリーフで前澤くんが登板する場面、前澤くんがマウンドに上がる前に小野寺が上がってます。きっちりプレートに足をかけ、小野寺もエアーシャドーピッチング、危うくリリーフの前澤くんの前に小野寺が登板するところでした。幸い練習試合なのでこのルールは適用されませんでしたが、今回はさすがに公式戦、クーニンに対して今職セカンドの方がピッチャー登板を果たしました。そして結果は ベンチからの指示で申告敬遠。クーニンは出塁し、打者1人以上と対戦したので、今度はセカンドとピッチャーの方が入れ替わり、試合再開となりました。なので皆さんもマウンド付近に歩み寄り、ピッチャーにボールを渡すときは、プレートは踏まないように注意しましょう。マウンドからのいつもよりも高い見晴らし、グラウンドの中心にいる存在感、ちょっとちょけてみたい気分、いろんな誘惑に駆られて間違ってもプレートを踏まないように注意しましょう。ということで今回は注意喚起の動画でした。特にチョケメンバーの多いクーニンズ、むしろこの動画はクーニンズ全員に見てほしい。もし投げたい場合は練習試合でどっかで試すので、クーニンズメンバー間違ってもプレートを踏まないようにね。ということで今日の動画は以上です。そしてこの試合のハイライトはまた別の動画でお伝えします。それでは失礼します。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。